こんにちは、吉田さん。まあ行ですか、なりわいという形でも読むことがありますよね。で、仕事をしていると、まあ分かると思うんですけども、やっぱり毎日ね、お勤めになっている方って、指示に従うか、上手に指示をはぐらかすかの2択でぶっちゃけ生きてると思うんですよ。で、まあ私や吉田さんとかね、それから自分で何がしか物事をなりわいとしている人ってのは、毎日まあお金のこととか、それから問題解決とか仕事のこととか、まあ考えますよね。だって会社に勤めてると誰かが考えて、経営陣とかが考えて、それを細かい具体的な指示にしてくれるから作業が発生するわけですけども、私たちは作業もしますけども、どんな作業をするかも編み出していかないといけないんでね。で、その編み出す元ってのがマーケットに聞かないといけないんですよ。だから無料コンテンツいっぱい出すみたいな感じでテストマーケティングをしていくわけですよね。たくさん無料コンテンツを出していって、その反応を見て、あ、多分こうだろうなっていう商品がだんだん浮き彫りになっていって、それを具体化する作業がある。で、それを外注するんじゃなくて自分でやる。でも全部自分でやると本当に分かりやすいですよね。どういうふうにすればいいのか。外注しちゃうと外注先の意図も入ってきたりとか、それから考え方のね、差も生まれてくるんで、なかなかうまくいかないと思うんですよ。だから一人でやるっていうのはあらゆる意味で最強かなと思います。で、こうやって事業を自らやってる人たちはね、まだいいんですけども、じゃあね、10年、20年、30年とお勤めをされていてね、別にバカにするわけでも何でもないんだけども、何が上手になったのかなってことなんですよ。多分冒頭で言ったように、人の言うことを素直に聞くことは上手になる。もしくは、人の言うことをはぐらかしたりとか、出なかった結果について言い訳をしたり、謝ったりすることは上手になると思うんですよね。でもどちらも自分で商品作って、自分で集客して、自分で販売することが上手になっていないっていうところは、シビアな現実として残るんじゃないかなと思うんですよ。じゃあせっかく10年20年仕事をしててね、で自由に思うようにお金の問題や時間の問題が解決できないっていうのは、一体何を求めてその作業、いわゆる仕事をしてきたのかなっていうふうになっちゃうんですよね。やればやるほど時間的に自由に、やればやるほどお金的に自分でコントロールできる、問題解決できるようになっていかなくては、経験としては非常に薄いものになるのかなと思っちゃうときにね、やっぱり今の時代はみんなと同じことをする人も必要なんだけども、じゃあ自分がそれをするべきなのかなと、自分は自分にしかできないことがあるんじゃなかろうかっていうことを考えるのが、まあなりわいなのかなと思うわけですよね。ということで、今回のタイトルはなりわいなんで、多分同じ名前になるのかなと思いますけども、ご容赦ください。いってらっしゃい。